ピッチャー島田からの打順ですが、すでに宮里が代打要員出ております。福岡ドームです。大栄オリックスは8回の裏に大栄国母のタイムリー、そして代打ベテラン若井のタイムリーツーベースによりまして4対3、大栄が1点差に追い上げてなお攻撃中です。オリックスは先発の伊藤が28球でナックアウト、その後清原、鈴木、野村、平井とつないでおりますが、その平井が8回の途中から出ているわけですが、果たしてリリーフエースの平井が抑えられるかどうか。福岡大栄ホークスは現在4人目の斉藤光希が投げております。中島に第2号ツーランが出ているゲームです。さあ、先日盛岡では延長戦決着をつける決勝サヨナラタイムリーを打ちました宮田とバッターボックスです。まあ、代打の成績は2割ちょうど、今シーズン2割ちょうどという宮田ですが、有馬さん、なかなかうるさいバッターですね。バッティングいいでしょう、両手に向けますしね、はい、宮田というのは自分にとっては、これ宮田と足もありますしね。先ほど三振に倒れた三振へ第1球は直球を見ましました。ストライク、内野ゴロなんですよ。そうですね、これ、ですからその点を、ね、注意したと思うんですよ、はい、近めでも引っ張るなよと、押っつけて、はい、最悪でもランナー一人残せよという指示だと思います、はい。ストレート、どうだ、レフトに舞い上がったがボールの左です。切れました。あの顔見たらもう今座ってますよね。いや、もう呆然としてますね、みんなで、ね、しかしそんなに切れてないでしょう。そうですよ、これちょっとようやく狭い球場だったら巻いて入ったかもしれないですね、今のは。ツーストライクノーボール、ですが、2アウトランナーなし。ああ、長嶋監督は容赦と一人だというダグアウトの表情。ここでまた横浜スタジアム、にわかに左から右風が出てまいりました。第1球はフォーク、ストライクワン。札幌でランナーなし、7対5ジャイアンツリード。バッターは石井です。ボールカウント、ワンストライク、ワンボール。先ほどはデッドボール、高めのストレート、ツーエンドバットものの早い降板を長嶋監督に命ぐられました。今日はその名誉をもう一台、横浜スタジアムの高いマウンドで取り戻すチャンス。6回の裏、ローズに満塁ホームランを許しましたが、7回8回は0、このまま終わるとこのカウンチ勝ち投手、2エンド1、追い込んだ木田、4球目ファールですけど、まあ、ここまで来ましたんでね、はい、三振を取ろうと思ってね、結構力んでるんですよね。そうですか、に乗じて塁に出られるか、石井です。フォーク、一二塁間、さすがに石井、まだゲームは分からない。ツーアウトランナー一塁です。ここでヒットを打たれてるんですからね、この追い詰められた場面で。しかも木田のフォークです。落ちが悪いでしょう、やはりね、ちょっとね、もう普通に放ってればね、サイン取れるんですけどね、やっぱり力みが入ってる分だけ落ちないんですよね。なるほど。ここで彼がどういうバッティングでつなげていくか。先ほど林アナウンサーのリポートにもありました、今日1本のヒットが結局川口ナックアウトにつながったという春。ツーアウトランナー1塁、9回の裏、2点を追ってベイスターズ。第1球は真ん中の直球、ワンストライクノーボール。ツーアウトランナー1塁、昨日は延長、本当に死闘を繰り広げました両方チーム。ベイスターズが延長戦5連勝を飾りました。今日はジャイアンツ2点リード、強い牽制です。2号はホームランを打っている松井、ハイエンド1、空振りです。縛ってろ、その鈴木になりますね、いろんなことが
重、いや、ちら、あっとセンター前に出るか、ショートを変えた、いや、センター、バックトスは間に合わない、間に合いません、ショートへの内野安打、ふわ